山系チャンネル。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、山氏です。今日は中学受験、南山女子中学の過去問を解いていきたいと思います。今日やる問題はこちらになります。この円があって、45度90度の、三角形をこのね直径分で作ってあります。で、その直径が2センチだというところで、この斜線部分の上の面積の和を求めなさいと。で、2番は図において上の部分を直線 L の、これ若干伸びてますので、これ L ですね、ここ L を、の周りを1回転させてできる立体の体積を求めなさいという問題になります。はい、じゃあまず「う」「え」の面積の和を求める問題を解いていきましょう。はい、これはまず45度90度ってことは、ここ45度なので、まあここも2センチだなということと、はい、ここの円、これ垂直に下ろしてくるとちょうど2等分されるんだなとね。ちょっと図がね、もう少し綺麗に描けばもう少し2等分っぽい形になると思うんですけど、はいね。なのでここで折り曲げたらぴったり重なるはずなんですよ。はいね、そこを理解できればですね、うをこちら側に、移動することができます。これ、よいしょ。ウダッシュ。はい。ということはですね、これ、見ていただければわかるんですけど、2センチ、2センチの、この三角形の、半分だなというところになりますので、計算式は 2×2 かける2分の1かけるね、この 2×2 のかける2分の1の三角形の半分だよ、なのでかける2分の11、はい、答えは1平方センチメートルというところ。はい、で、2番の、問題に関しては立体をちょっと書きましょう。で、図を書くとですね、もうここの D と、まあこれ ABC とちょっと置きました、もうね、ここで、ここを D と置いたんですけど、ここもうこっちにこうすればいいですよね。色をつけているところ一緒なんでね、これで回転させても体積絶対一緒になりますよね。なのでもうここ関係なくなります。なのでこの三角形の一回転させるとこういうね、円錐になりますよ ね、円錐になります。で、この色のついたところの、場所、こういったちょっと色ついてますけど分かりにくいかもしれないですけどね、ここ円錐が2つできるはずなんですよ、こっち側とこっち側で。はい、で、ここにこの逆向きの円錐が下側にできて、ここの三角形ですね。で、こっち側の三角形がここに円錐がまたできるはずなんですよ。ってことはこの大きい円錐からこのちっちゃいね、円錐2つ分を引けば、ここの色のついたところの円錐になるなというところを理解できれば、あとは簡単です。で、まず BC、ここが半径になりますので、2×2×3.14。で、円錐の体積の求め方は、半径×半径×3.14 ね、
この底面積かける高さ、はい、高さはここですよね。なので2センチかける3分の1、はい、でそこからここの円錐、上側と下側の円錐を引けばいい。要するにこの三角形とこの三角形でできる円錐を引けばいいという形になりますので、ここね、先ほど求めた1平方センチメートルからここ1センチですよね。ここも1センチですよね。ってことはここ半径1センチで高さも1センチなので、1×1×3.14 かける高さ1かける3分の1かける、それが2つ分ありますのでかける2という形になります。はい、大丈夫ですか。はい、でこれをあとは計算をすればいいので、この 2×3 分の1は一緒なので、ね、こことここを括弧内で引いてあげればいい。でかける同じように 3.14 も一緒なのでね、 3.14 やればいいと形になります。はい、2×2 引く 1×1 で3になりますよね。4で1で4引く1で、3になって 3×3 分の2は2になります。 2×3.14 なので 6.28、 答えは 6.28。 はい、ね、6.28 立方センチメートルだよという問題になります。はい、この問題もぜひね、解けるようにしてください。じゃあ今回の難産女子のね、過去問は以上になりますので、また次回の動画もお楽しみにしていただければと思います。それでは失礼いたします。